10月の6日、2020年10月6日火曜日の一つ目の高校生読者は高台の気代わりステーションの放送が始まりました。聞いてくださりありがとうございます。やっぱりコメント嬉しいものですので、コメントもよろしくお願いしますということでですね、今日のテーマ紹介していきましょう。高校生10分間ライブ、あなたがもし残酷な100人の村の村人だとしたらということでですね、今日はあなたがもし残酷な100人の村の村人だとしたらという本が、江上治さんの表している本の中にですねありますので、今日そちらを読みましたので、そちらを元に、話を展開していこうかなと思います。多分有名な本ですので、100人の村の村人みたいな、100人シリーズみたいな、そういう本って結構有名だと思うんですけど、その本とは著者が違うのかな。ちょっとまた想定というか総長というかですね、デザインがまた違う本でしたので、また新しい読み方ができるんじゃないかなと思います。ですね、その本の中でですね、一番書いてあったのが、こんばんは、正社員で一番多い年収帯が男性が500から699万、女性が200から299万の町だった、村だということが書かれていました。でもですね、その100人の村っていうのは日本をモデルに書かれていまして、もちろんその、なんて言うんでしょう。例えば村の収入、総収入であったりとかですね、総支出とかですね、そういうものは何億とかはいかないで、100人規模にまでですね、縮小してるわけですけれども、それでもこういったですね、小さい数字の時はそのまま現れておりましたので、その後にデータの解説があるんですけれども、このままの数字ということで聞いていただければと思います。そこでですね、男性が500から699万、女性が200から299万ということでですね、昨日というんでしょうか、幸せと収入がどのように関係するかっていう CNN の記事の解説の動画があったと思うんですけれども、それ聞いていただけたらわかるんですけど、簡単に説明しますと、10万ドルですから、年収1000万以下でも、幸せになれるって答えた人は過半数いたということが分かっております。ですので、この500から699万というのは基本的に幸せになれる収入ではあるとはわかるんですけれども、ここで一番注目したいのはですね、僕ツイートもしたんですけれども、500から699万、女性が300万近く差がついているっていうところに注目したいと思いました。最近ですね、最近でもないのか、男女雇用機会均等法っていう法律ができて、男性も女性も同じような地位で雇用ができるようにしましょうっていうね、法律ができて、そういう社会にできるだけそうなろうみたいなことがあると思うんですけれども、それでもですね、この本が書かれたのは2000、一桁台でしたね。ですので結構前なんですけれども、こういった差があるということでですね、ツイートしたのはですね、男女の差も話す予定になるのかなみたいなことを書いてあったんですけど、そしてですね、この本の中に書いてあったのは、非正社員のことも書いてありました。非正社員の男性が100から199万、女性は100万円未満ということですね。もう3桁にも届かないほど差がついてしまうということがわかりますね。これ本当にどういった基準でですね、男性と女性の差が出てきてしまうのか。例えばコンビニの店員とかだと、男性、こんばんは、どうも気づかなくてすいません。男性女性でいうするとかっていうのはないと思うんですけど、どういった点でこの非正社員っていうのを基準を決めてるかわかんないんですけど、そういうことが大きく差があるよってことが言いたいなと思いました。そしてですね、やっぱりそのなんて言うんでしょう、最近ね、僕建築を学んでいるんですけれども、建築でも女性の生徒がですね入ってくるっていうことが多くなりましたし、例えばですね、最近ですと高校生1クラス40人を基準にしてるんですけど、だいたい 25% ぐらい、4分の1程度は女性が占めるようになってきたんじゃないかなと。これはですね、工業の他のクラスにおいてと比べてもですね、多い、数字となっているので、やっぱり建築だとデザインであったりとか、
設計であったりとか、女性に向いている、例えば色彩のですね、選ぶこととかっていうのはやっぱり女性の方が向いているので、そういう意味でも女性の進出ができる社会っていうのは広がってるんじゃないかなと思います。そしてですね、今日は、早く、終わりそうなので、前の別のニュース記事もご紹介していきたいと思います。IT の話題になってしまうんですけれども、そうですね、これにしましょう。UQ YMAX 基地局整備システムをクラウド移行、運用コスト3分の1へ。ということがですね、これ、昨日の記事ですね、IT メディアニュースの速報でですね、扱われていたんですけれども、皆さん、Wi-Fi は何を使っておられるでしょうか？多分光が多いんじゃないかなと思うんですけど、でも最近、ポケット Wi-Fi とかモバイル Wi-Fi、ホームルーターとか言われる、持ち運びできるですね、Wi-Fi ルーターが増えてきまして、そういった中でも大手でしょうか、YMAX、UQ YMAX っていうのは大手だと思うんですけど、まあ、その基地局がですね、クラウド移行ということで、ほとんどが自動化されるというニュースがやってありました。その結果ですね、運用コスト3分の1ということで、人的ミスの削減であったり、コストの削減、これは多分価格にも生きていくと思うんですけど、結果、運用コストが3分の1になるよってことが述べられていました。そういえばですね、今日の IT メディアニュース速報でですね、Y モバイルの速度が 128kbps から 300kbps になるということが、10月の14日からでしたでしょうかね、ニュースされていました。多分この中でも au だったりソフトバンクだったり、ドコモだったり、その回線を使っている方はいると思うんですけど、 YMAX ではなくて Y モバイルはですね、ソフトバンクの回線を使っておりますけれども、なぜかですね、Y モバイルは、格安 SIM としてですね、進出を果たしたんですけど、今では普通に三大通信キャリアと並んでですね、お金が高いんですよね。なのにもかかわらず、通信速度制限された場合は128という、すごい低い速度なんですよね。僕もこの間の5月にですね、今マイネオに変えたんですけれども、それまではワイモバイルに契約しておりまして、やっぱりですね、2年縛りとかあった頃の契約でしたので、2年間使わないといけなかったんですけど、どうしてもやっぱり月3ギガとかすぐ超えちゃうんですよね。そうすると全然使い物にならなくて、128っていうと、表、なんて言うんでしょう、会社の言っているこれができますよ、みたいな中には、YouTube 240p でも全然見れますよ、みたいなこと、20丸って書いてあるんですけど、いや、あれ無理ですよね、やっぱりね。144ですね、アプリで使える144ですら無理ですよね。ぐるぐる、ロードマークが回って、いや、今、読み込んでます、みたいになって、あ、読み込んでんだ、じゃあちょっと待とうと思って、で、10分くらいしてもまだ回ってる、みたいな。いやいや、見る気なくすやんって思いますよね。で、今、僕、毎年通信放題って言うんでしょうか。速度を上げる、サービスを使ってまして、今500になってるんですけど、500でやっと140が、ストレスなしに、ストレスフリーにですね、見られるぐらいですので、やっぱり128って結構サービス悪かったんだなって今になって思うんですよね。で、今それが300になるということで、まあ、やっと Y モバイルも他の会社と並んだみたいな、そんな感じでしょうか。Y モバイルは本当に高いんですよね。なので、あれに、なんでしょう、ソフトバンクと Y モバイルで変える意味がわからないというか、その区別化を図る意味がわからないですよね。ですので、SIM はやっぱりまあ、なんていうんでしょう、今でも高齢者とかだと、いやいや、安心できるからソフトバンクがいいんだとかってね、言ってらっしゃる方、僕のおじいちゃんもそうなんですけど、いらっしゃるんですけど、ね、格安 SIM を使うと大幅に通信費が減ったよ、みたいなこと、そういうブログ記事も多くありますので、でも通信ね、最近楽天モバイルでしたかね、縛りがなし、みたいな。で、キャッシュバックもなしみたいな、めんどくさくないよみたいなことを売りにしてますけど、本当に通信キャリア契約するのめんどくさいんですよね。どこがいいんだろうみたいな悩むし、料金も一律になんか綺麗に表示されてなくて、飛んでみたいな、ね、毎年もそうなんですけど、ね、通信だけの価格と、それにプラスかけ放題の料金であったり、速度割増しの料金だったり、まあ、会社によっては保証のね、通信量増加であったりと、
こういろいろめんどくさいんでございますけども、最近はその通信契約めんどくさくないよというのが売りにできる時代になってきたのも、また自由というか豊かさの象徴ではないかなと思います。聞いてくださりありがとうございます。10分間ライブと言いながら、昨日はですね、10分程度で終わったんですけど、今日もちょっと話してしまって10分間をちょっと超える時間となっておりますけれども、今日はまたここまでとさせていただきたいと思います。と言ってもまたこの後もう一本撮影があるので、これが終了した直後にまた10分間ライブ始まるんですけれども、今日のこのあなたがもし残酷な100人の村の村人だと知ったらからの引用の動画はここで終わりにしたいと思います。聞いてくださりありがとうございました。もしこの動画がアーカイブになった後にお聞きになられた方は、レターなども送っていただけると助かります。というか、ありがたいです。Twitter や、Instagram やブログや YouTube を見ていただいても嬉しいですけれども、一応書いてあるのは、挫折の記録となっておりますので、僕の、壁にぶち当たった記録で、全然更新がなされていないものも、ツイッターで言い切れてるんですけど、なされていないものも多いですので、ぜひご覧になってください。それではですね、また次の動画で、または次回明日お会いしましょう。バイバイ。